手染め式では初めに、無火災を願い、はしご車につけられたくす玉が割られました。また、新年の幕開けを祝った餅巻きも行われました。市役所前に集まった多くの人は、港市長らによって巻かれる餅やみかんに手を伸ばしていました。手染め式は感染症の影響により、おととしは式典のみ、昨年は中止となっていましたが、今年は人数を減らすなどの対策を取り、3年ぶりの通常開催となりました。市役所前のお堀周辺では、くす玉割りを合図に8つの消防分団による一斉放水が行われました。このあと、市役所前の通りでは消防職員や消防団員による分列行進が行われました。毎年行進の先頭は市内の保育園児が務めます。今年は中央保育園の年長児たちが大きな声で火の用心を呼びかけました。分列行進には消防職員と8つの地域の消防団員合わせておよそ350人と消防車両10台が参加しました。職員や団員たちは港市長らの歓悦を受け、士気を高めていました。市消防本部によりますと、昨年1年間に市内で発生した火災は25件で、おととしに比べ3件増加しています。内訳は、建物火災が16件と半数を占め、次いで林野火災の2件、車両火災の1件となっています。火災によって亡くなった人は4人で、怪我をされた人は1人となっています。出初め式ではこのあと式典が行われ、消防団員や地域防災に取り組んだ人に表彰状や感謝状が贈られています。